撮影63日目と、おー、大丈夫かい。あらら、もう一回、もう一回、頑張れ。おう、失礼いたしました。撮影63日目となりました、東村山駅前の今日のカルガモ2021、7月1日の木曜日でございます。関東地方、この東村山もですね、雨が降ったり止んだりの、まあ、あいにくの梅雨空が続いてるんですが、まあね、雨も降らないと、まあ、大変なことになりますからね。大雨はね、今日明日と太平洋側では大雨の降るような予報も出てますが、本当に被害とかがないとね、いいですけどね。そこら辺だけが心配です。もう最近ね、その大雨が降ると局地的にこの大雨になって、まあ、僕が鉄道マニアなのは皆さん視聴者様はご存知かと思うんですが、まあ、九州地方などはもう去年も熊本の、球磨川沿いのね、線路がやられたり、いや去年でしたっけ、おとでしたっけ、その前は我がふるさとというか育った場所の大分でも、あ、この子飛びましたから、この子がママですね、やっと分別、まあ、判別がつきました、まあ、大分でも九大線という線路とか、あと日田彦山線という線路が水害によって、未だ不通になってたり、なんかね、ゲリラ豪雨というか、以前に比べたらやはり天候が変わっているせいか、まあ、台風も勢力が強いまま日本に上陸してきたりね、そういうことがありますんで、この子だけなんか小さい気がするんですけどね。っていうか、この子なんか見かけない顔なのかもしれない、ちょっと分かんないですけど、まあ、とりあえずはママはここ上で、やっぱり羽はまだ全然立派ですね。子ガモがいくら大きくなったとはいえ、子ガモたちがその羽を広げるのと全然雰囲気が違って見えます。この子も子ガモの、本当はね、ぼちぼち新しいファミリーたちがどっかにこう来てね、それでこう入れ替わりにこうまた育てるというのが理想的なんですが、なかなかうまくはいってくれないもんですよね。ママ、ママ。確かにね、ママ左足があまりねえ、隣の子に比べ、これ子ガモなの？これがブロディかもしれん、いやもうわけわかんなくなってきました。とりあえずこの子はねママだとは思うんですけど、いやでもこの子はやっぱりそちらのカモと違って一回り小さいですし、あ、やっぱこの子らは子ガモで、あれ、まあ、どうなんだろう。あ、やっぱあれブロディ、あれじゃねえや、向こうがブロディっぽいですね。いやもうこうなると誰が誰なのかさっぱりわからなくなってきましたね。もう、で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、あれ今何がいるんだ、ここに1,2,3,4,5,6,7
8で9、9の10、11、あれ？すいませんね、もう全然わけわかんなくなってきました。あ、ここで来たな。一回行きますね。1、2、3、4、5、6、7、8、7、9、10、11でしょ。11の後にはいんのかな、どっかに。とりあえず今 見える範囲には11は確認が取れてます。本来ね、あのママが1羽の子供が11羽と、たまにオスガモブロディがいて、まあマックスで13羽ですか。ペコガモは当初12羽で生まれたところで、もう最初の頃に交通事故で1羽いなくなって、そのまま現状の人数カモ数それに落ち着いているというのが、この7月1日の現在までの状況です。いやでも本当に多分これがママなのかな。もう一回数えますけど、5でしょ、5の全部で11か。昨日も12はいなかったような気がするんで、ひょっとしたらまたどっか遊びに行っちゃったか、まあ、飛び出してしまったか。もう一回ね、全体で撮れたらいいんですけど、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 はですね、ひょっとしたらみんな子ガモだけかもしれませんし、いや、よくわかんない。でも1はこう上の方に行ってた子は親だと思うんでね、昨日も子ガモが10羽だけだったような気がするんで、またそうですね、夜とかもし寄れそうだったら行って、ちょっとね、もう一回帰りの前にでも、実は僕ね、家が東村山の西口なんですよ。なのでね、撮影するときは一回東口に来てね、撮りますんで、そうすると帰りとかめんどくさいんですよね、東口に来るのが。なので、ちょっとね、また潜り潜りしてますけどね、面倒じゃなければね、またちょっと生存確認というか、そういうのも、飛べないか、まだ。またちょっとね、何匹、何羽いるか確認しに、まあ、夜来れたら、ちょっとね、来ようかと思っております。気がついたら今、8分30秒なので、大人の事情であと1分近く、ぐらいちょっとこのままカメラ回します。大人の事情でございます、失礼いたします。こっちに5羽で、やっぱり11羽ですよね。もうこの子もね、もうすぐ飛べそうな感じで羽はパタパタさせてるんですけど、どうしてもまだ筋力なのか飛ぶコツなのかがね、まあ、この雰囲気を見るとこの子がママっぽいですね。ママにしときます。ということで、10分経ちましたので、東村山駅前の今日のカルガモ2021、7月1日木曜日はこれぐらいにさせていただきます。撮影が確か63日目だったと思います。ありがとうございました。今回もご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価などもぜひよろしくお願いいたします。